はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビシです。では今回は信長の野望レプデの続きをプレイしていきたいと思います。まず情勢簡単におさらいしておきたいと思うんですが、ご覧の通り信長一番勢力大きくなっています。であと武田ですね、これも信長に次ぐ勢力になっているというところで、プレイの方は順調に進んでいるかなというふうに思っています。でこの信長の野望過去作品全部やろう企画の中で、レプデまで進めてきていますが、一応ですね本能寺の変が起きた時の信長の勢力ぐらいまで、広げたらクリアというような形、次の信長の野望のタイトルに進むっていう形でこれまで進めてきたと思うんですが、今回はですねすでに信長と武田は同盟関係にあるので、武田と開戦するということはせずに、残されている信長が本能寺の変で倒れた時、ちょうど秀吉は備中を攻めていたと思うんですけども、この備中にある三村家を滅ぼすところまでプレイをしていきたいなと思ってまして、今回が一応最終回ということにさせていただきたいと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではですね、残された三村家の城なんですが、まず一つがですねこちら、そしてもう一つここですね。この二つの城を取っていくので、この二つの城を攻略するっていうところをね進めていきましょう。でだまずは城の方なんですが、今は勢力的にはどうなんだろうな、信長が自ら攻めるっていう手もあるし、代わる代わるでね攻撃を仕掛けてもらいたいなというのもあるんで、まず姫路城にいる部隊、これをですね攻略目標を定めてあげましょう。備中の三村家攻略のために兵を進めます。でその他で言うとですね、いくつか城に武将を配備していて、姫路城にも武将を配備済みなので、姫路城の武将も同じく備中へと兵を進めてもらいます。で四国に救っているというかね、配備している、救ってるっていうとなんか悪い言い方になっちゃいましたけど、攻撃部隊はそうだな、三好が未だに健在ではあるので、土佐の三好、中村城の攻撃に向かってもらいましょう。で、信長の本体も出陣させていきましょうか。北陸方面軍はね、もうこのまま出番はないかなと思うんですが、ちょっと待ってね、今三軍中になってるけど、在場の武将はどんだけいる？今こちらに向かってる状態だな。なので一旦これでターンを進めちゃいましょう。安土城にね武将を少し集めています。今今武田城を攻めているけど、これは左近がいる部隊かな。そうですね、左近がいるので、武田城はあっさり落としたね。上杉と武田、北条のつばぜり合いはおそらくねずっと続くんじゃないかなと思うんでね、北条、武田、徳川、上杉、この三つどもえ、四つどもえだな、四つどもえの戦いは争っておいてもらいましょう。その間にこちらは備中へと攻め入ると。そしたら1回で出陣できる武将は20人までなので、一旦ここらで区切って信長自ら出陣していきましょう。
あとはですね、北陸方面は放置とはいえ、国境はですね、今だと上杉と接している形になってますね。ここが上杉の春日山城になってます。まあ、上杉とね、先端を開くっていうことは想定はしていないんですが、まあ攻めてくる可能性はなきにしもあらずなので、一応この富山城に武将を集めておきましょうか。で、あと岐阜城にも武将がそれなりに入っている様子がありますね。信孝の軍勢が入ってるな。信孝の軍勢もそしたら城攻めに参加してもらいましょう。四国を平らげるっていうね、至上命題のもと進んでいきましょう。三好がまた反攻作戦を展開してくるな。これは三好がね、未だに四国で救ってますからね。これこそまさに救ってるっていう感じだよな。ではここも中村城の攻撃をして三好を滅ぼしましょう。まあ、上杉と武田の力関係でいうと少し武田の方に情勢が傾いているかなっていうところがありますね。まあ、一進一退ではあるんですが、武田軍は今徳川と上杉と両方をね攻撃できる力を持ってますからね。そしたら信長の軍勢は出陣させているので、これでよしとしてですね、三好にまた城を一個奪われているんで、この城を取り返しにかからなきゃいけないな。本当にね、三好がちょっと目を離してるとすぐにちょろ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 城をね脅かしに来るんで、できれば三好は叩いておきたいなと。ちょっと待ってから、ここ負けるか。絶対勝てると思った合戦で負けた。やっぱり指揮取らないとダメだな。今の敗因は何だったんでしょうね。いやー、そこそこ城奪われていくな。それにしても、しょうがないね。ちょっと想定外だったけど、いやー、安土城は開けられないよな。何かあった時のためにって考えると。今軍勢を展開しているところで言うと、主に2つ、四国方面と中国方面なんですが、四国方面はとりあえずまずは三好の部隊を撃破しちゃいましょう。軍師はエケイをつけて、これはさすがに指揮を取らなくても勝てるでしょう。出た。
四国の方の三好勢を叩きつつ、今信忠の軍勢を出しましたけども、さらに勝家の軍勢も繰り出していった方がいいね。もうまた油断してると三好軍がはびこってくる恐れがあるので、まあ、それを防ぐ意味では早々に三好の残党壊滅に追い込みましょう。これが三好の最後の城になるのかな。なので三好の討伐、ああそうかな、元山城が奪われてるんで、元山城は取り返さなきゃいけないんだな。元山城は信忠に任せましょう。でだ、肝心の備中方面なんですが、備中方面はというと、まずは姫路城の軍勢がどこに入った？攻めているはずなので、どっかにいるはず。そうか、丹波のこの隅城に部隊が入ってますね、今。で、林道勝の軍勢は敗北したので、やっぱり信長自ら最後とどめを刺しに行くしかないか。上杉と武田本当にいつまでもずっとやり合っててくれるからな。肝付家はこれで滅びましたね。さあ、これで四国の方は三好の残党狩りも型がつきそうなので、まあ、これはこれで良しとしてだ。もう一度確認ですね。姫路城にいた部隊が、どっかの城に入ってるよね。岡山？違うな。天神山。どっかに入っているので、それを確認しておきたいな。この隅城には12人の武将が入っていて、ここだな。武田城だ。武田城に入ってるんだな。じゃあ、武田城にいる武将。これをまずは、前哨戦というわけじゃないですが、信長の本体が到着する前の梅雨払いという意味を込めて、三村家攻略に向かわせましょう。で、この隅城にいる部隊、信兼の部隊ですね。信兼の部隊も、これはそれなりに精鋭の部隊になってるんで、安心感はあるはずですね。この部隊を同じく備中へ向けて進軍させます。さて、信長はどこまで進んでる？信長がどこまで進んでるかちょっと確認しましょう。信長は、あ、もうここまで来てるね。信長がここまで来ているので、信長をどっちの城に向けるかだな。信長の軍勢の数を見ると1万3000か。1万3000ってかなりの数になっているものの、下手に小さいところで
敵の軍勢とぶつかると少数部隊同士の決戦に持ち込まれる可能性があるんで、これは信長はどっちに向けるかちょっと思案が難しいですが、信長の軍勢は三村家の各首城、こっちに1万9000の軍勢が入ってますね。で、新延城の方は4000、まあここは各首城だな、各首城に向けましょう。三村家の方はそうか、それなりに武将の数もいるんで手こずりそうな感じはするな。まあ、勝家とかを改めて派遣する必要はないかなとは思うんですけどね。さあ、これが最後の三好の城、中村城になると思います。おっと、三好はまだ城持ってる？三好が滅びましたってならなかったですね、今。てっきりね、最後の三好の城かなと思ったんですけど、ちょっと確認しておきましょう。三好の城。なんか浮田直家が側近中の側近みたいになってるな、振る舞いとしては。三好の城、ああ、九州に一個持ってますね。まあ、ここまで追っていくのはなかなかしんどいとは思いますので、追っていくのはやめつつも四国の城はできるだけ確保しにかかりましょう。で、勝家の軍勢もそのまま四国の平定戦に入ってもらいます。まあ、勝家はね、ご存知の方多いと思いますが、実際には北陸方面軍の軍団長でしたよね。さあ、四国の方の指示出しが終わりました。で、対上杉越中方面は特に攻勢を受けているわけではないので一旦放置ですね。で、信長の軍勢はここまで進んでる。で、牧前の軍勢がいて、こんなところかな。どうなんでしょうね、部隊数でいうとそれなりの数はいるんですが、信兼の部隊だな。信兼の部隊がどこまで活躍してくれるかでだいぶ情勢が変わりそうですね。安土城が立つのかな。安土だな。安土城の縄張りとかしたのって庭長いででよかったんでしたっけ。さあ、安土城になりましたね。安土城、やっぱ他の城と一線を画すものがあるな。安土城も出来上がったんでね。で、肝心の
林道勝、まあ、信兼の舞台ですね。信兼の舞台は各種城に向かってくれてはいるか、先に信長が各種城に到着するのはこの流れだと、まあ、それはそれでいいんですが、春日山城に何武田の軍勢が迫るぐらいで押し込まれてるのもなかなか上杉も苦しい苦境だな、まあ、それだけ武田がね勢力を伸ばしてきているっていうことだと思うんですけど、そしたら信長は一旦各州城のここで待機させましょう。で先に信兼、まあ道勝の軍勢ですねに攻撃をさせましょう。四国の方をちょっと見守っておきます。四国の方は次のターンで攻撃ができるね、花房で、あとは勝家の方も毛利と回戦できるね。で牧前の方は新延に攻撃を仕掛けているな。で軍師は左近、これで落とせるかどうかだな。うん、落としたね。まあ、ここは数的にもね、勝って叱るべきところかなと思うので、問題は各州城ですね。あそこに2万の軍勢に9人の武将が入っているので、あそこを落とすのはね、1回で決まるかどうか。いずれにしても信長の本体が攻略 しないと多分落とせないかなと思います。道勝の軍勢7500だもんな。いや信長自ら攻め入った方が確実だな。信長が攻撃を先に仕掛けましょう。これ下手に道勝の軍勢が攻撃を仕掛けて下手をすると徒用されて武将の数が増えるっていうね、可能性もなきにしもあらずなんですよね。さあ、宇和島取りましたね。これで完全に、毛利とも開戦という状態になります。吉川元長はさすがにこちらになびかないな。花房もあっさり滅ぼしたね、まあ、信長の軍勢は武将の数もそれなりにつけてるんでね、数では有利ですよね。で三好は何、九州で勢力を伸ばしてるな、順調に。これで四国の城は全部平らげましたね。四国は平定済み。となるとだ、欲が出てくるよな、四国を平定したとなると。もう四国に敵が攻め入ってくる可能性は極めて低いので、そうなると、都会する？都会して三好の城を攻めましょう。本当にね、あの三好は九州で一大勢力になってますよね。これを見る限り三好は、本土を追われ四国を追われ九州で一大勢力を築いているっていうね、
この三好追撃しましょう。おっと、道勝が何先に攻めるの？うわー、なんか嫌だな。しょうがないね。でもあ、落としちゃったのか、隠し城。いやー、信長がとどめを刺したかったな。なんかちょっとあっけない幕切れというか、おそらく道勝は落とせないかなと思った。各種城をあっさり落としてくれて、これで備中の平定も済みましたね。はい、というわけでですね、各種城を落として備中まで平定が済みました。信長の野望列府伝、ここまでいかがでしたでしょうか。なかなか最初ね、苦戦の展開、特に武将の数が序盤足りなくてかなり苦戦を強いられましたけども、なんとかねここまでこぎつけることができました。というわけで、列風伝はここまでにさせていただいて、次回からはですね、新企画、来世紀、信長の野望来世紀をプレイしていきたいと思いますので、そちらの応援もぜひぜひ、よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。